目分量大好きよ。あ、いいね、ピッピッピー来た、テンション上がるぜ、ピッピッピー。一旦ここもう一回外します。外します。で、ここにね、いつも通り、宮川長崎パッキン専用のね、押しゴムを作って、搭載していきましょう。よし。よし。これね、ハサミで切った方がね、なんか私、いい感じなんですよ。うるよっしゃ、飛んでった。ちょっとちっちゃくなりすぎたかな。これちっちゃいよ。もう一回。目分量、目分量大好きよ。OK。さあ、目分量がどこまで正確か見てみましょう。まあ、一回目失敗したけどね。もともとの押しゴムがこれ。おー、すげえ。やっぱ俺の目分量やべ。よっしゃ、これで、ちょっとつけていきましょう。上のね、アームに関しては、出っ張りが少ないタイプだから、多分ぴったりなんじゃないの。あ、やっぱりぴったりだよ、ほら。いいね、いいね。よっしゃ、ここに、こうやって、つけた状態で、よし、入りました。OK。で、この、よし、パーツをつけて、おー、すごいね。上がったり下がったりしてるところが目視できるよ、ほら。いいね、いいね。OK です。じゃあ、ちょっとね、確認していきましょう。これ押し出し量が全然足りねえ。あー、しかも右と左がずれてんな。突き出し量がね、全然足りない。マックスホップにしてもこんだけしか出てなくて、OK です。わかりました。いろいろかなりね、調整をやり直さなきゃいけないことが分かりました。あとね、ちょっとね、これ先端ずれてるわ。そしたら、この宮川さんのこれだと、押し出し量がね、ちょっと足りませんと、なんとかして対策を取っていきたいんですが、ね、一応あんだよね、宮川パッキンさんから、こういう時のために、こういうね、薄さがこうやってね、なんだろう、台座のゴム、こうやって斜めにね、なってるタイプがあって、これを、この細い部分をペタッと貼り付ければ、うまくいくかなと今思ったんだけど、それを前にやったやつがある。おうおうおう、よしよし、これだ。ほら、こんな感じ。わかるかな？うん、上にくっつけてあんのよ。これ使えばいいんじゃね？けど、これだとね、押し出しすぎる気がするんだよな。まあ、いいか。ちょっとつけてやってみよっか。よかった、よかった。よっしゃ、ストックがありましたよ、制作済みの。よーし。じゃあ、ちょっとこれで、試してみましょう。これ、押し出しすぎになると思うんだよな。いや、ちょうどいいわ。素晴らしい。あー、よし、いい感じだね。いい感じだけど、右と左がめっちゃずれております。見えますか？ほら、ひどいでしょう。ね。これはね、バレルをくるくる回転させたり、いろんなことをしながらね、調整していくんだけど、なんかね、またセンターがずれたな。なんでこんなにセンターがずれるんだろう。あー、やっぱりずれた。あれ？なんかね、バレル、あ、チャンバーの中にね、戻す瞬間にセンターがずれるんだよね。うん、今は合ってる。今はセンター合ってんのよ、これ。ほら。ね。けどね、この中にシュッて入れた瞬間にセンターがずれるんだよ。なんで？よいしょ。だってまっすぐ入れてるからずれるわけないでしょ。あ、やっぱりずれた。どういうこと？最後に一瞬ゴムが引っ張られる瞬間にずれるってことかな。うん、今は合ってるね。で、これをこの瞬間にずれるってことか。すっげー慎重に押してる今。やっぱずれるね、センターが。あ、よしよしよし、このまま押し込めばいける。よし。あ、よっしゃ、センター出た。あ、これすっげーむずい。けど、押しゴムをこの状態で押しても、なんかね、やっぱ右と左の、おおおおお、来た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 、よっしゃよっしゃ来たよっしゃ来た、よし、押し出し量がね、今ちょうど左右で平行にね、出てる感じですが、
これ指で押してるから出てるだけで、これで押すと出ないってこと？なんかいけそうだな。よし、出たかも、出たかも。来た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 。これね、今ね、バレルをね、くるくる回してるんですよ。ほんのちょっとだけね。よし、センター来た、センター来た、来た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 。いいんじゃない？いやー、これ目視でも曲がってんな。あ、ダメだ、もう戻んなくなった。そうかー。やっぱね、なんだっけ、この押しゴムが、押しゴムじゃない、このパッキンがね、ずれるんだよね、どうしても。OK です、わかりました。ちょっとね、だいぶ時間食っちゃってるんで、頑張ってね、調整しておきます。まあ、やり方は変わんないんでね、これを永遠と繰り返すだけなんで、はい、頑張ります。よーし、できました。やっと調整できた。あー、これマジで大変。もうこれ、あれだね、多分。あんまりね、今回はね、いい調整ができなかったな。だこれ、もしかしたら、開け閉めするたびに、設定っていうか、なんだろう、こう、コンディションがね、変わってしまう類のものになっちゃうかもしれない。やっぱね、このチャンバーの精度がまずね、ちょっと良くないっていうのと、そう、あとやっぱここのね、この上からこうギュ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 って押していくタイプ。そう、これが要は右と左がね、平行になってないんだよね、完全にね。何が言いたいかっていうと、このワッパがあるじゃん。このワッパがさ、結局こうガタついてるわけよ、ほら、こうやって。ガタついてるから、ガタついてる分、押しゴムがさ、左右にこうやって揺れるわけよ。そう、だから、ここではまっすぐ飛ぶのに、ここではまっすぐ飛ばないとかね、そういうことがね、起きるっぽいんだよね、どうもね。だから、このチャンバーものすっごく良くない。もうこれね、僕ね、ちょっとどうしようもできない範囲だかなと、思っております。はい。こっちがね、ワンチャンね、精度が良ければ良かったんだけど、もう残念ながら根本的にね、使えない欠陥をね、見つけてしまったので、今回はもうそこは、あれは使わずにね、このまま進めたいと思います。よし！というわけで、もう完成ですよ。よし！じゃねえ。また組み立てるだけとなりました。ちょっと、ああ、いけねいけねいけ。あれ忘れてたよ。よっしゃ、じゃあね、このワッパを入れまして、固定します。OK です。そしたら、バネを入れて、テンションがかかるようにしたら、アウターバレルに組み戻します。アウターバレルの型は、なさそうだね。OK です。じゃあ、このまま入れちゃいましょう。さっきね、虹山がちょっと死んでたので、代わりに自分の手持ちのね、ネジを突っ込みたいと思います。見た感じ M2 なんで、まあまあ適当な M2 のネジで、なんとかなるかなっていう感じですね。これかな？まずは片方。よし、これだ。OK。よかったよかった。よし。これ押した状態で入れなきゃいけない。めんどくせえよな。よし。ああ、よし。ほら、固定できた。いいね、いいね。ほら。よっしゃ、じゃあ反対側にも同じネジを探して突っ込みたいんだけど、この長さ、今のが最後じゃね？ああ、これもギリいけるな。ちょっと長さ違うけど。もうね、ここのほら、マスがなくなってるでしょ。この長さのやつね、すげえよく使うんだよね。だからなくなっちゃったよ、これ。ああ、よし、いけた、いけた、よかったー。よし。ここが、あれ？突っ込んで、入れなきゃダメか。あー、よしよしよし、ほら。あ、よし、動くようになった。オッケーオッケー。よし、大丈夫そうだね。よっしゃ、これをガシャコンとやって。はー、やっとできました。いやー、今回もね、なかなか大変でした。やっぱチャンバーが難しかったね。よし、じゃあね、これ組み込んでいきましょう。どうやって入れんやったっけ？確かシンプルに、なんかね、入るところがあんのよ。あ、ほら、入った。オッケー。で、これを、あ、入りそう。よし、入った、入った、入った、来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 た。で、これを締めるときに、ここのポッチを押して、で、これを持って、こうやる。よっしゃー。入った。よっしゃー、来てー。来て、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 来
よっしゃーこれよー、よいしょ、せっかくだからバッテリー突っ込もっか多分入ると思うんだよねこれ。あーいいね、ピッピッピー来た、テンション上がるぜピッピッピーよし、これ入れてこういう感じで多分入ると思うんだよね。よいしょよいしょ、おらち、え、無理あ、違う、これあれだ、これなんかちょっと難しくてこうなんだよ、こうなんだよ、こう、そう、そっから入ってください、そう、こんな感じ、きたーよっしゃー、でーでっでれー、よーしゃー、きたー、完成でございますよし、じゃあね、今回ね、こいつにおごるスコープをね、ちょっと探してきます家の中を探すってね、ちょっと面白いでしょ、はい、ちょっと探してきます。よし、いいの見つけてきましたよ。あのね、今までね、出し惜しみしてたんですよ。知ってますかこれ、リューポルドのハンマーハマーみたいな名前でね、なんか生きてるっしょ。そう、これね、あの僕リューポルドのさ LCOD 棒持ってるじゃない。そう、あの前に調査手順につけたやつね。そう、あれでね、あのそれ以来ね、あのリューポルドに今ずっといいなと思って、なんだっけ、この間買ったあの エアロノックス X15、 そう、あれにもね、あのリューポルドのドットサイト、載せたんですよ。そうで、このハマね、もうだいぶ、もう1年ぐらい前にね、これ買ったんだけど、もう乗せる機体がなくて、迷ってたんだよね。よし、今回ちょうどいい機会。そう。で、ね、一瞬当てがったんだけど、ほら、結構良くないこれ。かっこよくない、いいね、ほら。テンション上がるぜ、いいね。しかもこれハマね、何がいいかって、こっちが、あの、要は、あっちの D-Evo LCO と一緒で、あのこっちが倍率で、こっちがドットサイトっていうね、まあ、そういう作りになってるんですよ。そう、あっちはね、あのなんだっけ、円の半分がちょっとね、絵出せたらいいんだけど、円の上半分がドットサイト、下半分が倍率って、ちょっと変態的なね、スコープの作りになってるんですけど、これは完全に別です。あの簡単に言うとあれと一緒だね。よく M4 とかにくっついてるさ、あれ、あの名前忘れた、出しといてそう、あれとね同じノリなんですよ。よし、じゃあこれをね、今回こいつにおごってあげましょう。よっしゃ、いいね。よし、よっしゃ、はい。よーし、やっと出番が来たよ、こいつ。もうずーっと眠ってたんだよね。はーい、というわけで、完成でございます。あ、やべ。